先祖代々から続く奇妙な風習は、スレ民たちの心を掴んで離さない。今回は、一地の田舎で密かに行われている、選ばれた人しか行けない祭りの重要な役割を任されてしまった時の話を紹介する。俺の住んでた土地の巫女神様の話を聞いてほしい。俺の住んでた土地の話を聞いてほしいです。今から10年前の話になります。一応、書き溜めてます。長くなると思うけど、勘弁してください。先に言いますが、オカルト関係になると思います。お書いたでしようかと思いましたが、こっちの方が好きだから、こっちで書かせてほしいです。では、勝手に書いていきますね。俺の住んでた場所は、と田舎かっこ場所は伏せるなんだけど、変わった祭りがあるんです。選ばれた人は、真っ赤な着物を着て、真っ黒なお面をして踊るんです。どうやって選ばれるのかは、知りません。毎年、お盆になると、16歳の人が選ばれる、性別は、関係ないみたい。決められた人が、その家まで来て、指名するみたいな感じだった。もう、わかると思うけど、その役目に、俺が選ばれました。別に霊感があったりするわけでも、特別な才能だったりするものは全くないです。すでに怖え。見てる。ありがとうございます。盆の一週間前、夜の10時ぐらいに、チャイムが鳴りました。出たのは、母親なんですが、それからリビングに俺が呼ばれた。年配の男性かっこ霊光、A さんにしますと、巫女さんみたいな人がいてた。俺が入ると、A さんが、深々と土下座みたいな感じで挨拶してくれたのが印象的でした。それから、話を聞いたんだけど、要約すると、あなたは、神になるかっこ実際になるわけじゃない。それで、もう一人の神様と踊ってもらう、ということらしいです。踊るっても、火の周りを回るだけなんですけどね。何それ?それを深夜の2時から始める。踊るのは、多分、30分ぐらい、止められるのを待つ。A さんから聞いた話によれば、とある神様が来るらしくて、俺がそのお相手になって、一緒に踊る、ということでした。神様が気に入れば、踊る時間が長くなる。気に入らなければ、早く終わるらしく、別に、気に入らなければ丸されるとかはないです。上手い下手も関係なくて、重要なのは、そこにいると信じることと感じること、それに、合わせて動いてあげることらしい。その神様の名前は、言えません。A さんに、名前が書かれた紙を見せてもらいましたが、それを書くことは禁じられてます。ですから、申し訳ないですが書けません。一つだけ、言えることは、多分、日本語っぽくないですね。アラビア語みたいな感じだったのかな?小さい子が好みそうな語感の。多分、聞いても発音できないです。オッケー、はよ。続きはよ。この祭りは、誰でも参加できるわけじゃなくて、一部の人たちだけ、しかも、外からは、絶対に見られない。存在自体は知ってたけど、参加したことも、全部を目撃したこともないです。親からすれば、ふーん、みたいな空気でした。母親は、そんな遅くに行かせられないと初めは反対していました。まあ、それも初めだけでしたが、うまく伝わってますかね。すれ立てるのも、初めてなので、後から聞いた話によると、いろいろともらえるらしいですね。ここは、察してください。それに A さんに、安全は保証しますと何度も言われたらしく、結果的には折れました。お盆まで、特にすることはないです。しかし、その役になったことは言うなと念を押されました。神社での踊りというと、神楽や巫女舞などを彷彿とさせるが、限られた人数で、選ばれた者だけが闇の中を踊るのは、儀式の何かだろうか。そして、一致の話はいよいよ祭り当日に差し掛かる。当日になると、10時ぐらいに A さんと巫女さんが来て、本堂に連れて行かれました。そして、A さんにこれを着てくださいって言われ、A が、陰陽師の阿部の生命が着てたような服を着させられました。その服は真っ赤、紐とかは白でしたが、もう真っ赤でした。実は、ここから書き溜めてないんです。面白くないと言われると思ったので。大丈夫だ、少なくても二人は見てるよ。はよ。だから、こっからは速攻で書きますね。結論から先に言えば、また神様が現れました。俺自身の見間違いかもしれませんが。お風呂で髪を洗っていると、曇りガラスの向こうに立ってました。だから、書こうと決めたんです。俺、全く同じ経験したわ。多分、東京。やめてください。話すことは、禁じられているので。服を着させられた俺は、A さんと巫女さん、そして、神主さんが集まる本堂に通され、お経を聞かされました。だけど、お経じゃないです。何か、歌っぽい、多分、和歌っぽいです。それが5分ほどで、俺は中庭に通されました。通された先は、大きな中庭で、太鼓と横笛を持ってる人が少しと、長い帽子をかぶった人、残りは、手を合わせていました。多分、全員で15人ほどですね。ポポポ。わってか。真ん中にイノジで木が積まれ、そこに灯油がかけられ、俺が到着すると、同時に火がつけられました。太鼓が叩かれると、笛が吹かれ、また和歌が歌われました。
では、踊ってください。事前に説明は聞いていたのですが、踊り方は聞いてないです。中庭は高い壁で囲まれています。そのせいか、俺たちも見たことはなかったんですね。太鼓の音や、笛の音だけは聞こえます。ちなみに、親は本堂すら通されません。で、黒いお面を渡されると、真ん中の焚き火以外の明かりは、すべて消されました。もう、火しか見えないです。それを被ると、太鼓や笛が一時的に止みました。黒いお面は、本当に黒いです。少し光沢があって、口と目の部分だけに穴がありました。それ以外は、何の装飾もないです。手触りは木でしたね。それを被ると、A さんに言われた通りに左回りに3回、右回りに2回、そして、一礼、これを止めらるまで繰り返します。踊れって言われても、意味がわからないんですよね。だって生まれてから今まで、踊ったことないですから、この役になった方は、個人個人の感覚で踊るらしいです。俺は、盆踊りをイメージしてましたね。それを多分、10分ぐらい続けていると、体が熱くなってきたんです。だけど、鳥肌が立ってきました。わかるんですよ。火を真ん中にして、向こう側に何かいるんです。すると、スレミンの一人が衝撃の一言を放つ。なんか俺の場合と違うな。似てはいるが、踊ったのは全部で4人いたし、俺以外は明らかに年下かっこ子供だった。それは、僕と同じペースで踊ってるんです。それが現れて、数十秒すると、また太鼓が叩かれ、笛が鳴り出しました。ここで、火の向こうにいるのが、俺以外にも見えているんだ、と確信しました。そうすると、不思議なもので、怖くないんですよね。俺も、奇妙な体験をしてるのが、楽しくなってきて飛んだり、跳ねたりしてました。しかも、火の向こうにいるのも、連動して、跳ねたりするんです。よいすれ。ぶっちゃけると、楽しかったです。終始、体が熱く、鳥肌全開でしたが、俺が飛べば、火の向こうのやつも飛ぶ。一心同体でしたね。だけど、目が慣れてくると、すぐに理解できました。火の向こうにいるのは、顔だけなんです。体がなくて、顔だけが動いてるんです。ここで、丸ぬほど鳥肌立ちました。目の前で踊ってるのは、人間じゃないと、理解すると恐怖が襲ってきました。長野か。びっくりしました。そこは、ノーコメントにしますね。すみません。全く同じ動作をしてた、火の向こうのあれは、俺と違う行動をし始めたんです。顔がカタカタと揺れ始め、前後ろに揺れ始めたんです。もう、失禁しそうでしたよ。足元は、砂利で、動けば音がするんです。だけど、俺が動いた時にしか音は鳴らないんです。あまりの恐怖に逃げ出そうと思いましたが、逃げたら何が起きるかわからないため、ひたすら無心で踊りました。だけど、いくら時間が経っても、止めに来ないんです。終わったら、A さんを殴ってやろうかと。自分の感覚ですが、もう1時間以上、踊ってましたね。さすがに、疲れも出てきます。その間にも、太鼓は一切止まないから、そこは、安心できましたが、踊ってる最中も、火の向こうの顔は動いてます。目が慣れてくると、だんだんと顔が鮮明になってくるんですよ。細い目があって、耳があって、髪の毛があって、鼻があって、口があって、女性でした。髪の毛を後ろでくくった。若い女性でした。笑いながら、顔を動かしているんです。ずっと見えてたの？見えてましたね。見え始めてから、ずっと見えてました。顔を動かすので、時々、見失いましたが。でも、輪郭だけの時は、慣れてくると怖くなかったですね。顔がはっきり見えてきた時から、顔は、目線を合わせてくるんです。俺もそれが怖くて、視線を外そうとするんですが、視線が離れないんですよ。目を合わせてるとわかるんですが、本当に、一心同体になるんです。アイコンタクトって言うんですかね、相手の動きが理解できるんです。相手の体がないんですが。そんな霊的な体験はなかったな。確かにおごそかな雰囲気はあったけど。違うのかな。てか長野じゃねえし。俺も長野じゃないです。本当に当てられそうなので言いませんが。それからは、俺が踊ってたんじゃないです。説明難しいですが。疲れもマシになりましたし、踊らせれてる感じはありましたが、苦ではなかったです。ちょっと、楽しかったかも。そして、突然、すっと、顔が奥に引っ込んで、消えると A さんが俺を抱くように止めに来ました。その瞬間、体が崩れ落ちましたね。いつの間にか、太鼓や笛も止んでました。面白い、釣りなら釣りでいいから最後まで釣り切ってくれ。それから、休憩室に連れて行かれ、お面を外されました。不思議なことに、体が動かないんですよ。ああ、僕の体、取られたんですか、と言うと、A さんはうん。と言って笑っていました。そして、間を空けずに冗談。でも、少しの間、貸してあげてたんですよ。と落ち着いた声で言ってきました。今思えば、ぶち切れてる冗談ですが、その時は、苦笑いしてました。それから A さんに色々と聞けました。この土地には、神様がいる。
それは、昔々にとある巫女がいて、踊りが大好きだったらしい。その踊りには、力が宿ると言われ、事実、その土地は栄えた。だけど、その踊りには、人だけでなく、魔物も引き寄せた。そして、ある事件が起こった。子供が一人、残丸された。それが、巫女が引き寄せた鬼の仕業と言われ、踊りを禁止にされた。だけど、また子供が消えた。もう鬼が住み着いたと言われ、村人はある暴挙に出た。巫女近くの山で魔物が活発化する2時から、踊らさせると、数時間踊らせた。そして、疲れ切った巫女の首から切り落として、鬼に食わせた。という話でした。その後、子供を丸したのは、人間で。巫女は無実だったことがわかると、村人はこの祭りを考えたらしいです。実は、A さんは、巫女の血縁関係にあたるらしい。そして、その隣にいたあの巫女さんは、もしもの時のおとりらしい。実際に、巫女の踊りは魔物も引き寄せた。そして、もしも神様となった巫女が怒ったら、と。正直、それ聞いて、笑えなかったです。A さんがいろいろと教えてくれ、最後にこう言われた。君は相当気に入られた。踊ってたのは、1時間半。最長だ。最短5分で終わった。君とあの神様は、一体化していた。笑ってたのも、楽しかったからだと思う。黒いお面をつけるのは、君が離れ離れになったからだとなるイコール君が神になる。私たちから見れば、黒い仮面と被った君たちは、闇夜に溶けて、首がないように見える。とのことでした。でも、それは踊ってる時にも感じた。本当に楽しそうだったから。一応、終わりです。ありがとうございました。今はどこに住んでんの？今は関西です。大学が関西で、そこで就職しました。風呂場に神様が来た話詳しく。先日、俺が一人で髪の毛を洗っていると、曇りガラスの向こうにいました。だって、一人暮らししてるのに、曇りガラスの向こうに顔だけあるって。俺の見間違いかもしれません。ただ、ここに書くことのきっかけには、なりましたね。おつ。生首と首なしが踊ってたのか、それは怖いな、おつ。風呂場に現れた巫女さんの神様、その目的は？このスレはここで終わり。ところが数日後、あの一致によって、新しくスレが建てられた。俺の住んでた土地の話を聞いてほしいってスレを建てたものです。いろいろと進展があったので、聞いてください。って言っても、すべて後日談ですが、今度は、最後まで書き溜めてます。お風呂場で神様が現れたのがやっぱり気になって、親に電話したんですね。すると、私たちは、何も聞かされてない。ただ、神様にお祈りするだけだと聞いている。と言われました。実際に、親には何も話してないです。A さんは、話したかったら話してもいい。ただ、興味本位で無意味に広めると、君にもその人にも良くない。と言われましたから。まあ、それを信じるのもどうかと思いますが、あんな体験をしてるんで、俺もそれを信じちゃいました。詳しくは言えないんだけど、こんなことがあってさ。と母親にいろいろと話しました。当初は、何をバカなことを。的な感じでしたが、お風呂場に出てきたというと、なんで黙ってた、実害があるなら、おじいちゃんに聞いてみ、と言われたので、電話で聞くことに、見てくれてる方いらっしゃるのかな、電話でおじいちゃんに電話すると、いや、俺も知らん。でも、その神様の話は、年寄りたちなら結構知ってる、とのこと、何にも情報は得られませんでしたが、最後におじいちゃんが、でも、その話には抜けてる部分がある。その後の村で、首なしの丸太がたくさん出た。村人は、怒った巫女を鎮めるためにその祭りを始めたんじゃないか、とも言ってました。話を聞きに、また行ってみたらどうや、と言われました。多分、おじいちゃんは信じてないですね。笑ってましたし、それで、実際に行ったんですよね。今の住んでいる場所が、関西だと前回行ってあるので移動距離は言えません。車では、少し時間がかかりますが、割と頻繁に帰ってます。やっぱり、田舎者は、田舎が一番落ち着きますから。それから、実家によると少し遅めの昼食を済ましました。そのまま50メートル先のおじいちゃんの家にも挨拶に行きました。そこはすでに高いし、おじいちゃんは一人で、広い一軒家に住んでます。おじいちゃんは、何も聞いてないの？と尋ねると、祭りがあることと、その昔話は知ってる。だけど、実際に見たことはない。でも、そういう話は簡単に広まる。そう広い土地でもないしな。と言ってました。結局、収穫はなかったです。おじいちゃん自身も、おひれがついた噂話はそんなもんだ。と笑ってましたし、こっちに帰ってきた時点で本堂に向かう覚悟は決まってました。もう完璧に好奇心ですね。恐怖心はなかったです。それから晩までに帰ってくると、母親とじいちゃんに言うと本堂かっこ A さんも、じいちゃんもそう言ってたに向かうことにしました。昔と全然、変わってなかったです。電話番号は知らないので、アポなし突になり。
インターホンを押すと、若い女性の方が出てきました。すみません。A さんは、現在ご在宅でしょうか？あ、はい。いますが、何のご用でしょうか？いえ、少しお話が聞きたくて。俺がそう言うと、女性は少し考えてから、中に通してくれました。あちらからすれば、俺も不審者ですから仕方ないですが、中もほとんど、変わってなかったです。鮮明に覚えているのは、家紋のようなものと、雰囲気はお寺でしたね。足元は石畳で、やっぱり全体的に広かったです。こちらでお待ちください。A は、足を悪くしていまして、こう言うと不謹慎ですが、亡くなってるものだと思ってました。初めに会った時は、40歳後半に見えたもので、少し廊下で待たされ、その後、和室に通されました。お久しぶりです。俺です。おう。久しぶりです。元気そうで何よりです。今日は、どうされましたか？俺のことを覚えてくれてて、ちょっと嬉しかったですね。後から聞いたのですが、全員の顔と名前だけははっきり覚えているらしいです。本当かどうかはわかりませんが、そこから世間話を少しして、神様がお風呂場に出てきたことを話しました。見間違いではないですか？そう A さんに言われると、わかりません。というしかなかったです。俺自身もあれ以来、見てませんから、巫女の踊りは、魔物を引き寄せると言いましたが、巫女自身に強い霊力があったからだと言われています。しかしあなたには一般的に言う、霊感などは全くないように思います。なので、あれで神様かっこ巫女以外の何かを呼ぶことはないはずです。巫女の踊りは、いろいろと受け継がれてます。しかし、役の方は個人個人のイメージでするように言ってますから、踊りにも引き寄せる力もないと思います。では、私が見たものは、それはわかりません。でも、祭りは毎年やってるんですよね。なら、異変とか何もないんですか？実はあの祭りは数年前から役がなくなったんです。やっぱり世間的にも良くないですし。それからは、身内だけでやってます。神様を見れること自体が珍しく。役だけでなく、全員が見るとなると、さらに珍しいのです。私自身、あれだけはっきりと長時間見たのは、あなたが初めてです。今だから言えることでしたが、本当に恐怖でいっぱいでした。あなたの親御さんに安全を保証している以上、何かあれば？と思いましたからね。そう言って、A さんは苦笑いしてましたね。こっちは、笑う気すら起きませんでしたから。聞いとるよ。ありがとうございます。思ったよりも淡白でした。盛り上がるような話でもなかったですね。すみません。これで終わりです。書き終えてみると、進展してないですね。申し訳ない。では、ありがとうございました。似てるよ。よかったよ。前のやつ不完全燃焼だったからさ。結局不完じゃねえか。またなんかあったら聞かせてよ。で、終わり？実際はこんなものです。丸にそうになったりするのは、小説ぐらいなのだと思います。2チャンネルに投稿される怖い話はたくさんあるが、オチがないものほどリアル。ここでエッチの話は終わってはいなかった。ここまで書いたら引き下がれないですね。言ってはダメだと言われたのですが、書きます。多分、その神様と結婚するかもしれません。もちろん、形式的なものですが。てめえ、隠してやがったな。言いなさい。結婚というよりは、一体化、ですかね。もしかしたら、祭りも今年で終わるかもしれません。俺自身は丸んだりしないから大丈夫です。多分、ここから書き溜めてないんですが、簡単に A さんの話を書きます。ちょっと、待っててください。そう A さんに言われ、和室で待つことになりました。A さんは、辛そうに立ち上がると、俺を通してくれた人と一緒に消えました。出されたカステラが本当に美味しかったです。それから10分ぐらいすると、4人に増えてました。一目でわかったんですが、あのおとりの巫女さんもいたんです。ぶっちゃけエッチは神様に好意を持ってもらったんでしょ。すげえよなそれ、会いに来てくれるくらいだしな。邪険にしたらいけないよね。ただまあ、神隠しになったりしたら笑えないけどさ。なるほどな。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。簡単に挨拶を済ますと、細長いテーブルを挟んで、4対1の構図に、就活時の圧迫面接を思い出しましたよ。やっぱり巫女さんも年を重ねて、綺麗になっていました。俺さん、もう一度、お話いいですか？え？あ、はい。中に入れてくれた女性、A さん、巫女さん、そしてお金持ちそうな男性が全員正座で俺の話を真剣に聞いてました。さすがに、すれ立てたことは言ってません。そういえばおとりってどの程度の意味合い？最悪首切るとか？俺もそこまで詳しくないんですが、本堂自体に結界があるから、そこまで強い意味はないと思います。多分、本当に保険程度、的をそらす程度だと思います。それから、お金持ちそうな男性 B さんは何やら、悩んでました。A さんは、完全に巫女さんと B さんの反応待ち。女性は空気です。ちょっといいですか？
そう B さんが言うと、俺以外の全員を連れてまた消えました。1回目はともかく、2回目となるとさすがに怖かったです。それから数分で帰ってくると、巫女さんが開口一番にお話がありますと言ってきました。要約すると、おそらくですが、あなたは完全に好意を持たれている。しかし、疲れてるわけでも、守られてるわけでもない。あなたには力がない。もちろん、A さんにも、今の状態は言うなれば、神様の片思い。完全に置いてけぼりでした。ほらやっぱりいい、神様かわいい。片思いですか。俺が聞き返すと、巫女さんは、簡単な例えです。悪気や悪意はないですので、安心してください。私にもあなたから神様を感じません。ですが、残りがは感じます。何か、壁がコンコン叩かれるんですけど、やっぱりやめた方がいい気がしてきました。もうすぐ書きますが、人間の感覚とは違いますよ。それに本当に失礼なのですが、ビジュアルは良くないです。それで、あなたに頼みたいことがあります。もう、この時点でろくでもないことだと察しました。あの神様は、話の通り、人やこの世に対してプラスな感情を持っていません。下半身は、鬼に食われ、首はしばらく晒されました。踊りだけが唯一の癒しと考えた私たちの先祖は、あれを生み出しました。私たちは、踊れないのです。特に力を持った女性は、少し前は、この土地でないものかっこ旅行者などに、踊ってもらっていましたが、神様の怒りが収まるにつれ、ここの土地の、私たち先祖と関わりのないものにあの役をしてもらっていたのです、と言ってました。かた重い。ああ、こないだの踊り好きの首だけ巫女さんの人か、見てるよ。どうやら役を取らなくなってからは、役なしで演奏だけで済ませてたらしいです。A さんは、だから会いに来たのかも、と言ってました。巫女さんは、神様の思いを叶えてやりたいのだと言ってました。先祖がしたことが許されるかもしれないとも、あえて、わかりやすく結婚と言いましたが、結婚とするなら、俺は、愛人的な役割らしいです。ここら辺はよくわかりません。今もどうするか話し合ってる最中なので、あちらからの連絡待ちです。話は以上です。ありがとうございました。今回も不完全燃焼ですね。申し訳ない。だけど、俺自身はやる気です。だけど、丸布はまだ嫌です。本当に不謹慎ですが、半分は好奇心です。謝礼もあると言ってましたよ。鬼に食われた神様の下半身は、神様になってからも腹の中で焼かれ、無実の罪で丸された怨念と、もともとあった力が混ざり、本当に強いらしいです。巫女さんは、あの儀式も呪いだと言ってました。先祖の業を終わらせるとも、俺が何かして、終わらせられたらいいです。未婚だし、素人童貞だし、割と怖くはないです。では、おやすみなさい。おやすみなさい、イノシ。興味深い話だった。一致オツ。一致はその後、巫女さんと結ばれたのか、真相はわからないまま、一致は姿を現さなくなった。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回は、怖い話というか、少しほっこりするお話でしたね。同じ巫女として、巫女さんの神様の思いが報われることを願います。そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画を面白いと思っていただけたらチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。